おはようございます、コウマです。バイブルスタディ手帳を使います。結構続いてますね。このようにですね、ガシッと持つとまたよりこの愛着というのが湧きますね。レザー感が非常に心地いいですね。気持ちがいいです。前にちょっとお届けしたこの昨年との比較のページがあります。これですね、またもう少し、月が経ちましたので、書き込みたいと思います。では窓からの光でレザーの表情がまたいい雰囲気を醸し出してますね。今回ですね、前のページの方に書き留めているこちら昨年との比較表ですね。これまあ2021年から始めて2021年2022年、そして2022年2023年と、このように書いています。こう書くことによってまた、昨年との、まあ、修正改善点を踏まえて、より良い人生今年を過ごすという目的でもあります。タイトルは昨年の比較ね。このようにまずは左端に月の12ヶ月で書いてます。そして次、2022年、この日、いろいろな反省点とかどういう出来事が起こったかというのを書いています。そして2023年に、昨年との比較でどうするかというふうに含めて、ここを変えたら次はどうした方がいいかとかですね、問題ごとそして解決案というような項目を書いていってます。で、今6月ですので4月5月もう6月終わりなのでここまでちょっと変えていきたいなと思います。ペンはいつも愛用しているルイ・ヴィトンですね。本当に心地いい関係性です。昨年の4月、この時期はまあ時間もあったので手芸を楽しむというものを書いてますね。で今回はちょっとバタバタしていて、同じくですねこの休み休日を充実、ちょっと隣が工事ですいません、させるっていうのを意識してます。これはやはり、時間を大切にするっていうことも含めて意識していることですね。これはもちろん、いろんな場所を見つけて例えば動物園に行きましたね。4月だったかな。ちょっと iPhone のスケジュールでいつも不適当。5月ですね、5月の初めに行きましたね。そこでの問題点を、後を楽しむで報告しましたけども、まあ、人との出会いとか非常に落ちよい時間を味わいました。まあ、4月の問題ごと、ナルトにも行きましたね。
でしまう。非常に心地よい時間を過ごしましたね。しかし、ちょっと時間の配分がちょっと間違っていたかなというのが問題事ですね。まあ、スケジュールは詰めすぎた。スケジュールを詰めすぎた点ですね。ここに関しての解決策は、まあ、できるだけ、1箇所とか2箇所の、予定を組むということですね。そして5月は、新しい仕事の展開が、この時に入ってきましたね。今年も、まあ、もちろん5月はもう本当にバタバタでしたね。かなりの仕事量をこなしていました。多忙でしたね。まあいいことですけどもね。これどうするか、これはですね、もう少しですね、予定を整理してコントロールすることをしなければ、結局、全ての、仕事に集中できないっていうことですね。そして問題事としてこの忙しかった時期の仕事のもし100点満点とつけるのであれば、厳しく言って65点ぐらいなんですね。なのでどう完璧に仕事を仕上げるか、頑張った方なんですけども、改善方法としてこのシャーペン本当に書きやすいですね。まあ早めのチェックですかね。改善方法と一緒ですね、解決策は。そして、確認し、先行して仕事をコントロールかな。そして6月は6月は、前は昨年は環境を変えたことですね。で今年は、まあ、6月はわりかし順調にことを進めてきたかなって感じがします。まあ、じっくりと休日を満喫するようになってますね。そして今後どうするかっていうのは、少しですね、行く場所がピックアップが結構なくてですね、逆に実家の和歌山の方ですと結構行く場所はいろいろあるんですよね。まあ距離的な問題もありますね。関東にいると
結構渋滞や人が多かったり、できるだけ人のですね少ないところに出かけたい。そうですね、まあリストかと、どうやって見つけようかな。ああ YouTube で YouTube で、まあ行きたい、検索するとですね、で、まあ、解決としては、より、充実した時間を作ることで仕事に影響が与えるですかね。これが一番大きいですよね。ちょっと工事がうるさくてすいません。まあ、このようにですね、今ちょっと6月の終わりなので6月までまとめました。こうして昨年との比較をすることによってより1年間がまた、濃い内容が濃い人生になるかなと思ってこれを進めています。7月は中国ビジネス、これは大阪で展開してと書いてますね。今年もこの7月ぐらいに中国ビジネス、また別件ですけども出張が予定していますので楽しみですね。はい、いかがでしょうか。この昨年との比較、非常におすすめなんです。私は、どこか小さな旅行くときに先を楽しむ、そして当日、後を楽しむということをしています。それと同じく、昨年との比較というのも非常に私は、大事なルーティンです。皆さんぜひですね、昨年とは少しだけ充実した時間を過ごすために、このようなことをしてみたかったでしょうか。毎年毎年、一日一年が早いですよね。なのでこういったもので、少し振り返る、そして次の人生、未来の人生をより充実するというのが非常に大事かなと思います。ぜひ皆さん、もしこの動画が楽しかったらいいねボタン、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。